トップガンマーベリックは2021年公開予定のアメリカ合衆国のアクション映画。監督はジョセフ・コシンスキー、出演はトム・クルーズとマイルズ・テラーなど。1986年の映画トップガンの続編。全米公開日は当初2019年7月12日を予定していたが、撮影の都合で2020年6月26日に延期され、さらに 新型コロナウイルス感染症の流行の影響で、最終的には同年12月23日を予定していた。しかし、アメリカ合衆国での COVID-19 の感染状況が高止まりしているため、再度公開延期され、2021年7月公開予定とされたが、その後11月19日へと延期された。次世代の精鋭パイロットを育成する教官となった。 マーベリックを中心に描かれる予定。2019年コミコンインターナショナルに出席したトム・クルーズ2010年パラマウント映画がジェリー・ブラック・アイ・マートとニー・スコットに対してトップガンの続編制作を提案し続編企画が始動した。またクリストファー・マッカリーが脚本執筆のオファーを受け、この時点ではトム・クルーズが演じた前作の主人公、 ピート・ミッチェルの役割は小さなものになると報じられていた。また、続編をドリームプロジェクトと称したピーター・クレーグやジャスティン・マークス、この他にアシュリー・エドワード・ミラー、ザック・ステンツは脚本家として起用された。スコットは、続編のアイデアについて、このオリジナルとは異なる世界は私を魅了しました。しかし、私はリメイクもリインベンションも希望しません。 私は新しい映画を作りたいのですと語っている。報道によると、続編はドッグファイト時代の終焉と現代の空中戦におけるドローンの役割に焦点を当てた物語になり、マーベリックはイ A-18E 回スーパーホーネットに登場するとされている。2012年にスコットが自殺した後、企画の進行が疑問視されたが、ブラックアイマーは クルーズとバルキルマーが続編に高い関心を抱いていたこともあり、企画に残留した。2017年6月、クルーズは続編映画のタイトルがトップガンマーベリックであり、前作の映画音楽を手掛けたハロルド・フォルター・メイヤーが参加することを発表した。彼は続編について、飛行士が帰ってきたスピードが必要だ。 我々は大きくて速いマシンを用意するつもりだと語っている。同月にはジョセフ・コシンスキーが監督を務めることが発表されたがタイトルの公式発表は行われなかった。ケニー・ロギンスは前作の主題歌デンジャーゾーンが続編でも使用されることを公表した。2018年10月、ハンス・ジマーがホルター・メイヤーと共同で 映画音楽を手掛けることが発表された。バルキルマーは自身の Facebook アカウント上で続編への出演を熱望しており、2018年6月までに彼の出演が決まった。同年7月にマイルズ・テラーが前作でアンソニー・エドワーツが演じたグースの息子役に起用された。息子役の候補にはニコラス・ホルトとグレン・パウェルも上がっており、彼ら3人は トム・クルーズの自宅で演技テストを行っていた。同月下旬にジェニファー・コネリーの出演が発表され、彼女は海軍基地の近くでバーを経営するシングルマザーを演じることが明かされた。同年8月にはグースの息子役の選考に落選したパウエルが別の役で出演することが発表された。彼は息子役の選考には落選したものの、クルーズやブラックアイマー、 パラマウント映画や、スカイダンスメディアの幹部に演技を高く評価されたことで、出演が決まった。同年には、モーニカ・バルバロ、トーマ・サイン・マッケンジー、チャールズ・パーネル、ジェイ・エリス、バシール・サラフディン、ダニー・ラ・ミレス、エド・ハリス、ジョン・ハム、ルイス・プルマンの出演が発表された。同年9月に、マニージャ・シントの出演が決まり、10月には、ジェイク・ピッキング、レーモンド・リー、 ジーン・ルイザ・ケリーの出演が決まった。同月にはマッケンジーが、ロスト・ガールズの撮影に参加するため降板した。11月には、チェルシー・ハリスの出演が発表された。前作で、チャーリー役を演じたケリー・マクギリスによると、彼女には出演オファーは来なかったという。2018年5月30日からサンディエゴで、撮影が開始され、8月下旬には、 パラマウント映画とジェリー・ブラック・イマー・フィルムズの撮影チーム15人がノーフォーク海軍基地のエイブラハム・リンカーンに乗換して飛行艦板での撮影を行った。2019年2月中旬にはノースアイランド海軍航空基地のセオドア・ルーズベルト艦板で撮影を行うトム・クルーズと撮影チームの姿が目撃されている。3月にウィッピーアイランド海軍航空基地での撮影が 行われた。6月19日にマイルズ・テラーは2日前に撮影が終了したことを明かした。主要撮影はカリフォルニア州、メリーランド州、ワシントン州を中心に行われた。2019年7月18日、コミコン・インターナショナルで予告編が初公開された。予告編はファンから高く評価され、シリーズの復活が歓迎され、 予告編の構成は、スター・ウォーズ・スカイ・ウォーカーの夜明けの予告編と比較された。一方、ハリウッドリポーターは、前作のマーベリックのフライトジャケットに描かれていた中華民国の国旗と日本の国旗が予告編に登場したフライトジャケットから削除されている点に注目し、中国資本に配慮して両国の国旗を削除したと批判している。制作開始の告知画像に、 海、A-18 位、e、海が映っていたことに対しアメリカ海軍とアメリカ空軍が公式ツイッターで意見をぶつけ合ったことが話題となった。また、前作の公開後に海軍への志願者が激増したこともあり、パイロット不足が続く軍では国防総省の報道官が撮影チームに協力すると発言するなど、公開前から宣伝効果が期待されている。ありがとうございます。